どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このウクレレのチューニングのことについてというか、チューナーのね、動き方が不思議なんですけどという質問をすごくいただきます。チューナーの動き方って一体何っていうことだと思うんですけど、どういうことかと言いますとですね、まあ皆さんウクレレのチューニング、しっかりできてますか？これまずウクレレのチューニングっていうのをしないとですね、どんなにコードを覚えようが、どんなフレーズを弾けるようにしてようが、チューニングずれていたらもう台無しですから、まずチューニング、バッチリ覚えていただきたいんですよね。で、まあガズレレでももちろんチューニングに関する動画はものすごく取り上げてってて、まあ一番代表的なやつここに貼っときますけれど、概要欄のところにも貼っとくんですけど、まあ一応ここ確認してくださいね。でね、この後、チューニングのやり方分かったんですけど、私が持ってるチューナーもしかして壊れてるんじゃないかな。なんか、どういうことかというと、針が、すごくブル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 揺れちゃって、全然なんかチューニングが合わせられないんで、次のチューナーを買ったんですけど、また次のチューナーも針がね、うまいこと動いてくれなくて、針っていうのはデジタルのところが、なんかこう揺れててうまく動かないんでっていう質問をね、結構頂戴します。実はガズレレ大学といって、この YouTube メンバーシップ、プログラムで、毎週2回ライブ配信でいろんなみんなでね、レッスンしたり、こんなようなことを話してるっていう、コミュニティがあるんですけど、そこでも先日質問をいただきまして、それで答えたところ、結構反響があったんで、これはもうね、多くの人に伝えなければいけないと思って、今日はそういう動画を撮ろうと思います。なんで、チューニング、まずさっきの動画でできるっていうことを確認しといてくださいよ、皆さん。はい。そして、ウクレレ弾くときには、心のチューニングも合わせてから弾くのがおすすめでございます。ということをちょっと言わせていただいて、まずじゃあ、ガズレレでチューナーをリリースしてます。このチューナー、はい、Gラボって書いてある。これ、このね、チューナーのいいところは見て、ここにボタンが1個あるんですけど、電源ボタン1個だけのクロマチックチューナーというものをガズレレではおすすめしております。いろんな世の中にチューナーがあるんですけど、なんつうのかな、ウクレレの初心者にとっては、すごいありがた迷惑な機能っていうか、もう機能がすごすぎちゃって、余計混乱するということで、ガズはですね、このチューナーをめちゃくちゃ皆さんにおすすめしてます。初心者の人って、チューニングわかんないから、高級の高いチューナーを買えばすごくいいだろうと思って買っちゃうんですけど、高いチューナーの方が余計いろんな機能がめちゃくちゃついてるんで分かりづらいっていうのがあるんで、まあ一応今回はこれで説明させていただきます。なんでこれはクロマチックチューナーです。電源オンかオフのみの、電源のオンとオフのスイッチしかついてないクロマチックチューナーを今オンにしました。はい。あ、そうだ。このチューナーの宣伝もさせてください。はい。これ G チューナーということでですね、ガズレレでリリースしてるあれチューナーがあるんですよ。これ。はい。このチューナーの、詳細はですね、ここにリンク貼っとくんで、ちょっとここ見に行ってください。チューナー。このチューナーおすすめです。チューナーはね、いくつも持っててもか、いいと思うんでね、いろんなチューナー試してもらいたいんですけど、はい。じゃあこれ今電源入れました。で、じゃあ挟みますよ。このこういうチューナーっていうのは、この木の振動を拾って、ここの表記させてるんで、音を聞いてるわけじゃないんです。なんで、いくらここで私が喋っていても、ここの振動を感知しているんで、全然大丈夫ですということをお伝えしといて。じゃあ、これ覚えてますかみんな。覚えてる？一応、予習というか、復習というか確認ね。G、C、E、A ですよ。G ちゃん、E、A ですよ。はい。じゃあ、この4弦弾いてみましょう。G ですよ。はい。今、ちょっと触り気味な。ちょっと見えない。前に。はい。今、G にこれぴったり合ってますね。緑色になってるんでね。この状態から、皆さんから質問をいただく、針がブレブレになって、なんか、ブルブルして、なんか、チューニング全然表記してくれないという状態を今から再現します。よくこの針のとこ見ててくださいね。今、G になってるし。いきます。ほら。C もついてるし、G もついてる。なんか、ほら、針が迷ってるでしょ？針が迷ってる。今 G がついてたり、C がついてたりする。D がついてたり。はい。これが迷ってるっていう状態です。皆さんもしかしてチューニングするときこうなってませんか？これはですね、今気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、よく見てもらうと、4弦のチューニングを合わせたいから4弦を弾いてるんですけど、見てください。4弦を弾いてるんですけど、知らないうちに3弦も当たっちゃってるんですよ。そうするとどうなるか。C って出ちゃうでしょ？C と G と、このチューナーっていうのはさっきも言ったけど、振動を感知してるから、C の音も G の音も両方聞こえてくるから、ここで迷っちゃうんですよね。耳に聞こえてる音は G なのに、C って出ちゃったり。ほら、困ってるチューナーが、どっちだこれ ?G なのか C なのか、あ、困る。はい、この状態になってます。つまりですね、4弦だけの弦を弾かなきゃいけないのに、自分では気づかないうちに下の弦も弾いちゃってるというパターンです。ですので、しっかりその4弦だったら4弦だけを弾く練習をしないと、チューナーがさっきみたいにバタバタ動いちゃいます。4弦だけを弾くためには、この、
親指でこうチューニングする弦を弾くのがいいと思うんですけど、この下の弦にこう親指をグッと押し当てて音を止める。はい、1弦と2弦も鳴っちゃダメですよ。もしかして触っちゃってるかもしれないから、こうやって4弦だけを止めるとちゃんとこうなります。他の弦がもし鳴っちゃってると、こういう風に針がもうぐるぐるになっちゃいますからね。こんな風になんかもうどうしたらいいか分かんないよって感じになっちゃいますから。はい、じゃあ次3弦の時も同じように、3弦の時も親指で3弦を押さえて、下の2弦にグーちょっとこう当てて、ここでこう止めるよ感じ。そして可能であれば4弦もこう親指に触れて止めておくと、はい、そうすると3弦もこうぴったり C に合ってますということで、これもちょっとねずれるだけでもうあのなんか中流中南を迷っちゃうから、ほらこれこれどっちにしたらいいの、あー分かんないってなってるからね。はい、で2弦の時も同じようにこう1弦に押し当てる、1個の音しか鳴らないようにしてやるといいってぴったりなるけど、はい、でここの時もこの3弦4弦をもしかして、ね、中で当たっちゃってるかもしれないから、あの音を止めて1本だけの音が出てるぞ、こんな風に他の弦はミュートして弾いてみるのがいいです。1弦ももちろんこんな感じ。1弦の時はね逆に4、2、3、4がなんか振動で鳴っちゃってる時もあると思うんですよね。だからしっかりこう音を止めて、とにかく今日言いたいことは、皆さんチューニングする時に他の弦を弾いちゃってる、自分では気づかないうちに音が鳴っちゃってて、それをこの感度のいいチューナーが2つの音が同時に出てくるから、あーどっちなんだってゆらゆらしてるっていうことが起こっていますよということをちょっとシェアしたいなと思って、これねチューナーをまたで買っちゃったり、電池が切れてるんだと思って電池を買っても同じ状況になったりとかいう、そういうねお問い合わせというか困ったなっていうことがまあ多いんでしょう。実際にこれ知っとくだけでですね、きっと皆さんチューニングがスムースにできると思います。あともう一個付け加えて言っとくとですね、チューニングするときに今こう4弦が鳴ってるじゃないですか、今 G にぴったり合ってますよね。この時にねこれこのぐらい音伸ばしてあげてください。しっかり伸ばしてあげる。でよくある初心者の人がやっちゃうのはこれですね、このポン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 ってずーっと振動を送ってると、こっちが安定した波が来ないんで、安定した振動が伝わらないんで困っちゃう時があるんで、ちょっとポーンポーン、このぐらい伸ばしてあげてください。ポンポンポンってやるとなんかね中段もちょっと困りがちなんですよ。なんでなるべくこう長い音でチューナーさんにこう音を伝えていく方が、チューナーもじっくりゆっくり感知できるので、はい、あんまりタン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 って弾いちゃダメ、ゆっくりトーン下の弦にこう押し当てて一本の音しか鳴らないようにして、ね、これちょっとしたことですけど、さっきも言ったようにチューニングができないといくらフレーズとかコードとか覚えてもしっちゃかめっちゃかですから、これが大事なんですよ。まず前提をやっぱ整えとかないとですね、やっぱ物事何でもそうだと思いますよ。さっきも言ったけどウクレレ弾く前にはーってこう深呼吸するとか、そういうちょっと時間を作って落ち着くというのも、自分のこうチューニングをしてから演奏を始めるというのと同じようにですね、やっぱこのウクレレ弾くときにウクレレのチューニングはバッチリ合わせたいわけですから、そこはちょっと抑えていきましょう。はい、じゃあ今日の確認をしますよ。まずこのブル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 チューニング震えてる理由は、いろんな弦とかいろんな他の音が鳴っちゃってるからだということがまず1点。はい、たまにはですね本当に電池がなくなったってこともあるかもしれないんでね、そういうこともちょっとあるかもしれないですけど、ほとんどはこの理由です。なので対応としては1本ずつの弦がちゃんとほんとしっかり鳴ってて、他の弦が鳴ってはダメですよ、ちゃんと止めておいてくださいよ、下に押し当てたりとかしてということになると思います。あとはタン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 と早くやらない、ゆっくりトーンドーン、このぐらい長くこうチューナーに音を響かせて感知させてあげてくださいということでございます。かえってチューニングの時間がスムースになって、ウクレレのチューニングってもう四六時中やってるようなもんなんですよね。どれだけプロであろうがですね、まあ常にこう調整して一番最善のチューニングにしとくっていうのがやっぱりありますんで、ちょっとしたこのコツでですね、この効率が上がるのはだいぶね、長い目で見ると重要なことだと思いますんで、今日この動画で皆さん自分のチューニングがどうかを確認してみてください。で、先ほども言ったんですけど、チューナーと一言に言っても、もういろんなタイプのチューナーがあるんですよね。で、そのことについても、さっきの概要欄にも貼ってる、さっきここにリンクあるよって言った、チューニングの動画で、いろんなチューナーの機能についても、解説してます。で、なんでこのガズのチューナーがおすすめかっていう理由もそこで言ってるんで、はい、電源ボタンのみのクロマチックチューナーがおすすめな理由もそこで、ゆっくり喋ってますんで、お時間時ね、見てもらうと楽しいと思います。はい、それでは2021年今夏真っ盛りですけれど、夏こそやっぱりウクレレ楽しむ最高の時期だと思います。やっぱりバッチリチューニングがあったウクレレで、それで自分のチューニングも合わせて歌っていきましょう。これがいいと思います。はい、楽しく音楽やっていきましょう。それでは皆さんごきげんよう、さよなら。ちょっと皆さんお知らせです。カオレレフェス開催したいので、皆さんちょっとご協力ください。このカオレレフェスというのはね、夏にねガズレレウクレレでイベントなんかやろうよっていう時に
上手い下手のコンテストじゃなくて、こう音楽を本当に楽しんでるか、もう表情で豊かでこうにじみ出てくるものあるかみたいな、そういう観点で面白いこうイベントやろうということで、立ち上げた、企画があるんですよ。ちょっとこの辺の詳細のことここにリンク貼ってくるんで、ぜひとも見て皆さんどんどんふるって応募ください。ここに詳細書いてありますからね、待ってますよ。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。